かつて私の世界は二つあった。左の視界は現在を、右の視界は結末を。私は私の目的とする未来を望むことで一切の希望を見失う。私が見る未来は決して覆ることはない。未来を築くようで、その実未来に奉仕するだけの低俗な神の劣化品だった。それらはせめて妄想の類であれば、私も少しはマシな人間になれただろうに。よう、追いついたぜ、爆弾魔。私の未来史は絶対だ。どんなことがあろうと覆らない世界の秩序。ことのあらましに逆らうことは誰であろうとできはしない。次のバスまであと30分もあるし、はあ、お、ソファーの上に猫まんじゅう発見。あ、いや、猫っていうより犬だよね、セオは。訂正訂正。で、何してんの？そうじゃないのです、私この度実家に帰ることになりまして。あ、マジ？ナオミちゃんは帰らないの？お家香港でしょ？私は外出許可が下りなかったの。ま、新入りのおかげで順位も落ちたしね。私はおとなしく勉学に励んでるよ。
全国模試で上位だったって子だよね。なんでうちなんかに入ってきたんだろう。さあ、本人の強い希望だったらしいよ。それはそうとせよ、その格好で家に帰るの？私服に着替えず？他に服ないもん。お父さん送ってくれないし。バッカ、早く言えっての。来い、私の服貸してやるから。どうした？なんでもない。よし、じゃあ行こう。ほらほら。8月3日午前9時30分。この時点の私の未来は、3日前に見た通り、何の新鮮味もない日常だった。私は世界に2人いる。こっちとあっちに1人ずつ。同じ世界を違う視点から眺めている。結末を知る私は無責任な神様だ。変えることのできない未来をただ待つだけ。未来に期待はないし、これといった意見もない。退屈な毎日、退屈な未来、退屈な人生。でもきっと私自身がずっと一番つまらない。何？今の俺のこと？そのバッグを持っているとですね、お兄さん怪我というか事故というか
控えめに言ってダンプに巻き込まれて引きにくっていうか。おい、ちょ、離せよ、離せって。ばあっちに行っちゃダメです。すみません、ここで何かあったんでしょうか。何、あんた、この子の知り合い。すみません、ただの通りすがりです。いや、歩いてたらよ、この子がいきなりケチつけてきたんだよ。はい、それ本当？もういいだろ、俺は行くぞ。そいつはあんたに任せた。大丈夫？あの、ありがとうございます。でも私、あの人追いかけないと。ちょっと待って、もう一度だけ聞いていいかな。あの人が良くない目に遭うってどうしてそう思ったの？それはあの、なんとなくです。私の勘ってよく当たるから。驚いたな、勘だけでそんな話をしたのか。けど確かにそれは大変だ。うん、あの人は僕が説得するよ。君はここに残っていること。うまくいったら報告するよ。確認しよう。今のは幻じゃない。嘘みたいだけど現実で、任せろって言われてほっとしてて、でもここにいると特急乗り過ごしちゃう。けど別にいいか。おい、なんだよ。爆発？なになに？あっちだ。私が見たのはこんなことじゃ。大丈夫？お待たせ。君の言う通りだったよ。いや、本当に危なかった。でもちょっと転んだ程度で済んだよ。え、助かった。うん、本当によかった。あの人も今頃は君にお礼を言っているんじゃないかな。え、あれあんなことがあった後だもんね。もしよかったらそこの喫茶店で休んでく？君も疲れただろう。はい、ありがとうございます。そのですね、次の電車まで1時間以上ありまして。じゃあさっきのご褒美ってことでおごらせてもらうよ。まだ挨拶をしてなかったね。僕は黒糖ミキヤ。よろしくね。瀬尾しずねです。これが事の始まりにしてほとんどおしまい。私こと瀬尾しずねと
黒糖ミキヤさんとの運命の出会いだった。パキューン。未来には期待も希望もない。私クラミツ・メルカには未来を予見する力があった。右の目で自分の理想とする結果を見ると、同時に左目はそれを実現させるための現在取るべき方法を映し出した。続けるだけのもの。自分は未来を見ているのではなく、5分後、10分後の当然の結果を見ているに過ぎない。未来に期待はない。人生には当たり前のことしか起こらない。未知の出来事などない。職業的爆弾魔、現在の私のなりわい。爆弾は人々を扇動するための小道具に過ぎない。私の未来史という能力を最大限に活かせる装置が爆薬だったというだけだ。失礼、青崎様。この度は素晴らしい設計をありがとうございました。いえいえ。飲み物は取ってくるよ。ごめん、あんまり式が好きそうなものがなかった。あれ、おい、そっちは危ないぜ。まあ。おい、そっちは危ないぜ。あの女はホテルが危ないと分かっていた。見落としか。見落としだろう。だが例外はあってはならない。私の正体を見られた可能性もある。あの女は私の未来には不要なものだ。
爆弾魔に狙われてる？狙われてるっていうよりまとわりつかれてるんだよ。多分この間ホテルをやったやつと一緒のやつだ。おかしなのに好かれる星回りなのかね、お前は。笑い事じゃない。見ろこれ、今朝連絡用だってポストによこしてきた。工事現場に閃光弾、路上で地雷まがいの爆弾、ハイビルに時限爆弾ね。目撃者なし、犠牲者もなし、お前も含めてな。それだけ仕掛けてピンシャンされていればあちらさんも黙ってはいられないか。で、かかってきたのか電話。まだ一度も。それより瞳子、こいつおかしいぞ。おかしいってどのあたりが？先読みが過ぎる。三度目のは俺が気まぐれで寄った廃墟だ。部屋の真ん中に目覚まし時計があってさ、秒針がカチッて0時になった瞬間、ボン。所長、タバコ買ってきました。爆弾魔の話は私も聞いている。未来史の典型かもしれないな、その彼は。窓際でいい？しずねちゃん。はい、メニュー。はい。今日の日替わりは、あれ、昨日と同じだな。残念。ブルーベリーパイなら文句なしでおすすめできたんだけど。いらっしゃいませ。すいません、僕はコーヒー。私はアイスココアでお願いします。かしこまりました。さっきのことなんですけど、黒糖さんはなんであんなに信じてくれたんですか？なんでって聞かれると答えづらいな。うん、しずねちゃんが一生懸命だったから。じゃあダメかな。私がかわいそうだったからですか？あの時点で僕が読み取れたのは、しずねちゃんには嘘を言う理由がないってことだけだった。あの人を騙しても得はないだろうってね。嘘じゃないから信じてくれたんですか？勘がいいなんて、それこそ嘘みたいな言い訳だったのに。たとえ嘘みたいな話でも、君は真剣だったじゃないか。話の入り口程度を信じるには十分だ。お待たせいたしました。あのですね、私、未来が見えるんです。この間のホテルの件も含め、ここ数年で似たような爆破事件がいくつかあった。現場には犯人の犯行声明があってな、爆破時間から被害規模、怪我人の数からその傷の詳細まで正確に記入されていた。それが実に簡素な内容でさ、
まるで報告書のようにな。あくまで仕事としてこなしてるってことか。問題はこの後腐れのないことで定評のある爆弾魔が指揮につきまとい出していると。え？指揮、お前あの夜はどこにいた？別に、景色が悪いんで外に出てただけだ。それより、この犯行声明ってやつ、未来を言い当ててるのか？そんなものを警察に送りつけて事件を起こし、さらに追跡を逃れるなど、何らかの奇跡がなければ説明できんだろう。予知能力、あらかじめ未来の像を知ることのできる未来史の持ち主くらいだろうさ。黒刀、三船の母って知ってるか？ほう、また微妙に懐かしい名前ですね。いわゆる辻占いっていうのかな。一時期女子の間なんかで流行ってた人ですよね。三船の母ってのは未来を当てるのではなく悲劇を回避させるのに長けていたんだそうだね。ねえ、例えばあなたは2日後恋人と契約になるわ、別れたくないなら3日間旅行に行ってなさいという感じでざっくばらんにアドバイスをしてくれるんだとか。うん、彼女の言いつけを守らなかった客は例外なくその悲劇に直面したそうだ。はあ、でその母が何か？そいつは高い確率で未来しもどきだ。黒刀はともかく、四季、お前は会うだけ会っておけ。直接見れば感触をつかめるだろう。九段のホテルの爆弾魔がそいつかもしれんぞ。寄ってくかい？三船の母ってのはあんた？おや、その呼ばれ方も懐かしいね。昔の話さ。じゃあ今は爆弾魔とか？バカにしてんじゃないよ。私は恋愛運とか将来の夢とかね、そういう若者向けの商売やってんだ。あんたみたいな殺人鬼にかける言葉なんてないさね。へえ、どうしてわかるの？そんなもの、あんたの全身がそう言ってるさ。でも一番の獲物は狙いきれてないみたいだけど。未来が見えるってどういうこと？本当に映像みたいに見えるの？はい、映像っていうかめまいみたいなものなんですけど。それはいつから？これが未来なんだって自覚するようになったのは中学生からです。子供の頃は自分が何を見ているのかわからなかったし、今ほど明確じゃなかった気がします。よかった。え？それは不幸中の幸いっていうのは失礼だね。子供には子供なりの苦しみがあるんだし、想像することしかできないけど、辛いことも多かっただろう。静音ちゃんは我慢強いな。
きそう。こんな苦しさは2年前の冬以来だ。家に帰ると柴犬のクリスが息を引き取っている姿を見てしまった。クリスの死の悲しみと私を待っていてくれた嬉しさで、その晩は泣き続けた。翌朝、クリスが小屋の中ではなく縁の下で息を引き取っていたのを見て、また泣いた。人より1回分だけ多く、私は悲しい思いを背負わされる。それをこの人は、私が口にするまでもなく思ってくれた。何？タイはないんですけど、そのですね、今からですね、ミキアさんと呼んでしまっていいでしょうか？いいよ、しずねちゃんが呼びやすい方で。いいよ。あんたが本物かどうか俺にはわからないけど、未来が見えるなんて手合いの考えは理解できた。あんた、私の何がわかるって言うんだい。喧嘩売ってるんなら買うよ。手始めに、あんたが全身全霊で一人相撲してる思い人について、あることないこと教えてやろうか？おや、案外優しいんだね、あんた。さっきのは嫌味だけど、今度は親切で占ってもいいかい？間に合ってるからよしてくれ。じゃあな、この辺りの夜は物騒だ。年寄りには向いてないぜ。あらま、今時なせたセリフじゃないか。あんた、私と会ったことないかい？ないよ、ナンパ目的ならやめちまえ。そうかい、残念だ。ところで橋は鬼門だよ、気をつけな。ま、あんたはあれくらいじゃ死なないだろうけどさ。それで、その未来史だけど、どのくらい先まで見られるのかな？あ、はい、ですね、風景として見えるのは3日先くらいで、たまにイメージっぽいのがざっと流れてくるときは1ヶ月先とか1年先とかになります。見える未来にも段階があるのか。未来が見えてもいいことはない？そういうわけじゃないんですけど、テストの内容とか事前に全部わかるから、ちょっと前までは学年トップでした。頭がいいわけじゃないのに変ですよね。一つ聞くけど、しずねちゃんは未来が見えるのが怖いの？わかりません。ただ、どうしようもない未来を見ちゃうかもしれないのは怖いです。でも、まだ身近な人のそういう未来は見たことないんだね。はい。けど、今日みたいな事故は怖いです。怖いのとは違う。
それは単に。単に何ですか？いや、その話は最後にしよう。未来を見てしまう話の続き、いいかな。しずねちゃんはあのおじさんとは初対面だよね。で、この町も初めて？いえ、三船市には何度も来てます。じゃあ今日は電車で来たの？いえ、長野台からのバスでした。11時くらいにこっちに着いてすぐめまいがして。長野台からのバスって言ったら僕と同じ方向か。あのおじさんとはどう知り合ったの？話しかけたのは未来を見ちゃった後です。その前はあれ、どうだったかな。バス停に着いてすぐめまいがしたんだよね。もしかしてあのおじさんは一緒に乗っていて先にバスを降りたんじゃないかな。あ、言われてみればそうでした。なるほど、東子さんの言葉を借りるなら確かに辻褄は合ってるな。長くなったけど、これが最後の質問。しずねちゃんは未来が見えることが怖いの？それとも未来が決まっていることの方が怖いのかな？どっちも怖いですけど、あえて言うなら後者です。うん、なら安心だ。相談された年長者として断言してしまうと、しずねちゃんの不安は全くもって見当違いですので、むしろじゃんじゃん見るといい。え、嫌です。そんなの、ミキヤさん、私の話聞いてましたか？もちろん聞いた限り君の未来史は悪いものじゃない。未来史にはいくつか種類があってね。これは人の受け売りなんだけど。所長、予知能力って本当にあるんですか？あるよ。基本的には見るだけの異能だ。未来史は予測と測定に分類される。未来史はあくまで予測なんだ。例えば殺される被害者 A と A を殺す加害者 B がいるとする。未来史はこの両名を見るだけで事件の結末を見てしまう。顔も名前もそれこそ理由もわからないのにね。なんだそれ、理由もなしでわかるんなら、そんなの未来を見てるんじゃない、ただの直感じゃないか。お前の第六感と一緒にするなよ、シキ。いいかい、簡単に説明すれば彼らは忘れない人間だ。視覚で得た全ての情報を捨てずに記録しているのさ。そしてその情報が有機的に混ざり合い、その配置から導き出される結果を映像として見る。未来予測は高度な情報処理に過ぎないんだ。彼らは数分後の未来を見ているのではなく、現実を作り出す数分後の結果を見ているに過ぎない。でもあいつは違うぜ。あいつは何も見ていない。ああ、何の前提もなく未来を見るのはもう予測とは呼べんぞ。それは特権行為ではなく越権行為だ。とにかく未来史には2種類あるってことだろう。どうこう、予測と測定の違いってなんだ？そうだな、実際に役に立つかで言うなら測定だ。犯罪者として危険なのもね。一方、人として正しいやり方は予測で、両儀式と相性がいいのは。たらればの話をしてもしょうがない。未来史の話はここまでだ。所長、もし未来史の人に会ったらどうすればいいんですかね？ん？予測の方の未来史なら放っておいても構わないんじゃない？第三者がきちんと助言してあげれば
比較的社会に噛み合いやすい人たちだもの。未来に何が見えたって今を選択するのは自分だからね。お待たせしました。つまり測定は未来を積み上げ、予測は未来を読み上げる。で、しずねちゃん、君はどうやら予測の方だ。だから安心していいよ。うん、今日もいい出来だ。記憶力がいいだけなんて言われても実感できません。意識していたらそれこそ危険だ。きっと未来史の機能はしずねちゃんの実生活には関わらないよ、切り離されてるんじゃないのかな。すみません、このオレンジとひまわりのミックスパイをお願いします。とまあいろいろ言ったけど、僕が君に言えることは一つだけ。何でしょうか。しずねちゃんはそんなに特別ってわけじゃないよ。未来が見える程度、そう気にすることじゃないだろう。ミキヤさんは見えないからそんなことが言えるんです。見えない人に私の気持ちは。お待たせいたしました。実は僕も少しだけ未来が見えるんだ。ほらね、すごいだろ。それはそうですけど、バカにしないでください。こんなの当てずっぽうじゃないですか。先のことなんて考えれば誰でもわかります。私が言ってるのは変えようのない現実になっちゃう。確定した未来というなら、さっきのおじさんは別になるね。あ、そっか、助けられたんですよね。しずねちゃんのおかげでね。この予測なんて比べ物にならないけど、行為自体は同じなんだ。君は当たり前に未来を思っているだけなんだよ。今しずねちゃんが言ったじゃないか、未来のことなんて考えれば誰でもわかるって。人間は誰だって未来を見て生きている。今の自分を頼りに未来を夢見ない人はいないんだ。私が見る未来っていつも辛いものでした。それって、うん、君の見る未来はきっと警告なんじゃないかな。悔いのないよう頑張りなさいっていう。でもそれはそれとしてですね、試験の問題とかが分かっちゃうのはやっぱり。しずねちゃんに分かるのは3日先までなんだろう。ならその先のことを思いなさい。大変だろうけど、特別な目を持った代償ってことで直すのももったいない。参りました。ミキヤさんって優しそうに見えて厳しいんですね。あの、その名刺もらっていいでしょうか、今日の記念に。え、僕の名刺なんて使い道ないけど。まあ名刺なんてそんなものか。この人は私の悩みと弱さを同時に指摘した。うだうだ悩んでいる暇があるなら、まずその力を使いこなすことと。辛辣だけど、でも温かい言葉だった。ところで微妙に外れてますね。面目ない。まさかチャレンジメニューを選ぶとは思わなかった。ミキヤさんの未来史にはひまわり分が足りなかった。この通り限界があるのも人間らしい揺らぎなのでした。
んにちは。はじめましてになるかな、両儀さん。どうだか。近くから何度も見てるだろう、お前。まさか。私は爆弾を仕掛けるだけです。今だって遠く離れたマンションから話してる。物好きな上に嘘つきか。いいよ、それより何の用。命を狙われているのに、なぜとかどうしてといった質問はないの？聞けば答えるの？俺だってお前に興味はないよ。これ以上やるって言うなら、つきまとう虫を払うだけだ。余裕だね。その返答は見えてなかった。死ぬよ、あんたは死ぬ。爆風に巻き込まれて死ぬ。今はまだ生きてるよ。これは決定事項だ。私にはね、全ての未来が見えるんだ。私が見てしまった未来は決して変わることはない。へえ、お前の未来史はそういうタイプの未来史か。計算式と同じだよ。数値を埋めれば答えは変更しようがない。お前それ楽しい？さあな。私には6年近く自分の意思というものが存在しない。俺にちょっかい出すのは遊び？私にはそんな余分はない。あなたには顔を見られた。このまま遠く離れた赤の他人として処理をする。下手な嘘だ。すぐ近くにいるだろう、お前。いないと言ったろう。いや、いないとおかしい。お前の見る未来が映像なら、お前はカメラでないといけない。その現場に居合わせること、それがお前の未来史の条件だ。今まで3度狙った時は近くにいなかった。だから失敗したんだ。よう、追いついたぜ、爆弾魔。Thank you.
そんな聞こえるか爆弾魔。何も見ていないのならそっちの目はいらないだろう。ただの予測ならあっさり俺を殺せたかもしれないのに、言うまでもないけど、お前の場合はっきりと見えすぎたんだよ。なんで、なんで、なんであの未来が変わったんだ。変わったんじゃない、元から未来ってのはないんだ。ないものには手は出せない。未来予測とは起きうる未来の可能性を見る。対して未来測定とは選択肢を排除して起きる未来を限定してしまうものだ。未来予測を上回る異能だよ。だが未来ってのはあやふやだから無敵なんだけどさ、それに形があったら壊れちまうのは当然だろ。お前の未来は螺旋のねじ巻きよりも鮮明だった。結果をはっきりと形にした時点でお前の未来は行き止まりだったんだ。じゃあな爆弾魔。なんだお前。おい、行くぞ。はい。おかえり。なんか面白いことあった？ただいま、ナオミちゃん。分かっちゃった？分かるよ。で、どうだった？面白いことはなかったんだけど、目新しいことなら一つ。私、この度初めて失恋というものを経験しました。失恋って、あの失恋？それがですね、家に帰る前にちょっとした出会いがありまして。あ、頼まれたもの買ってきたよ。今持ってこようか？いや、ごめん、ちょっと別口で入手しちゃった。それより失恋、瀬尾の失恋の話しようぜ。随分と時間が経ったね。そろそろ出ようか。ありがとうございました。あの未来史は珍しくない、そういう知り合いがいるって言いましたけど、それって黒刀さんの恋人ですか？はい。あ、いや、どうかな。驚いたな。もしかして見えたの？怒らないで聞いてください。あの、このままその人と付き合ってるとミキヤさんはいつか命を落とします。そっか、ありがとう、しずねちゃん。でも詳しい話は聞かないでおくよ。怖いけど、聞いちゃったらその時に大事なことができなくなりそうだ。自分の運命より
その時に逃げ出すことの方が怖いと彼は言った。その強さに心からの尊敬と憧れを。たった1時間の出会いでも私にとっては何者にも代えがたい導きでした。以上が私の生涯初の失恋の一部始終です。瀬尾さ、言いづらいんだけどさ、そりゃ恋じゃないよ。ナオミちゃんもそう思う？お、あんたのはただの憧れ。恋ってのはもっとこう破天荒でみっともなくて、おまけに予測がつかなくて、行き着く先は衝突かゴールしかないジェットコースターみたいなもので、ぶっちゃけ綺麗な思い出なんて何も残らなくてだね。何よ。ううん、楽しそうだなって。ねえ、私も混ぜてくれる？はじめまして。あれ、あなたもしかして瀬尾さん？よかった、挨拶に行く手間が省けちゃった。おい、ちょ、何勝手に入ってきてんのさ。あら、いいじゃない、今日からルームメイトになる人に挨拶したって。これから1年、ううん、もっと長く、いずれ霊園の頂点に立つ親愛なる悪友との出会いは夏休み最後の夜だった。以上が私の夏の顛末。私は相変わらず未来を見るし、何か変わったわけでも何が解決したわけでもないけど、悩むのだけは極力スルー。黒糖さんが見せてくれた笑顔みたいに、今の自分を信じていなくちゃ幸福な未来なんてやってこない。未来史というズルをする私には、ズルをするなりの責任があるのは当然だ。それでもこの目を嫌わずに受け入れていたのは、きっと誰かにとっていいことができるからだと信じていたから。その願い通り前向きにやっていこう。特別人間に憧れていたわけではないのです。ただあまりにも街がきらびやかだったので。奇妙な例えだが、私は記録するインクのようだ。舞い散る桜と競い合うように夜空には大輪の花。
せっかくの春なのに、どうしよう、追い出されてしまう。どうしよう、怖がらせてしまう。最後に男の目から一筋の涙が。あ、ミツルさん、てっきり留守かと思った。屋上にいた。そうなんだ、損しちゃったな。私も行けばよかった。冗談じゃない、休憩にならなくなる。ミツルさんは今日もご機嫌斜めね。せっかく習い事から抜け出してお仕事もらってきてあげたのに。塾を抜け出してくるなとあれほど。そんなに私を殺したいのか、マナお嬢様は。ミツルさん、私、お嬢様って言い方は良くないと思うの。これは命令なんだけど、初対面の時みたいにマナ君って呼んでもよくてよ。悪いが付き合っていられない。10歳の子供に顎で使われる趣味はないよ。うんうん、ミツルさんのいいところはセリフも仕草もチンピラなところよね。私、飾りのない言葉は好きよ。ちょうど2年前、私は借金を重ね、ついに債権者に問い詰められることとなった。問題は、債権者たちの元締めがこの辺りの名代。主に暴力団関係の、であったことだ。亀倉先生ですね。お会いできて光栄です。彼女、マナは総元締めの一人娘であった。私は彼らの一員になることで一命を取り留めた。ちょうどよかった。うち専属の更新所が欲しかったところでね。得意だろ、そういうの。絵本の仕事がある。うん、いいんじゃない、副業くらいは許してやるよ。それよりマナ、その組からの仕事というのは。この辺りに出没するっていう不審な人物を調査して速やかに立ち退いてもらえって。自慢じゃないが、体育会系の相手はできないぞ、私は。普通の売れない占い師さんみたい。昔世話になった人だから。あれ、あ、逆か。最後まで面倒を見てほしいって。この住所で占い師だ。呆れたぜ、あのばあさん、まだ生きてたのか。ミツルさん、知り合い？ずいぶんと昔にな。あの頃はよく当たる占い師ってことで有名だったが。まあ、この方、未来を当てるのが特徴ってあるけど、本当？ああ、大抵の未来師は偽物だが、あのばあさんのは本物だよ。Thank you.
驚いた。大人ってみんな夜更かしなんですね。マーナ、こっちだ。私のそばを離れないように。いらっしゃい。ちょいと寄っていくかい、お兄さん。はい、はいはいはい。はじめまして、占い師さん。あの、未成年でもお相手してくださいますか？おや、可愛らしい声がするじゃないか。いいともいいとも。知りたい運は何だい？遠慮しないでいいよ。誰であれ女の子なら無料さに。私とパパの恋愛運を占っていただけますか？おや、占うまでもないじゃないか。相思相愛だよ。これ以上の深さはちょいと難しいね、倫理的に。はい、いつかお母様を倒してパパを取り戻すのが私の目標ですから。三船の母も地に落ちたな。不幸な未来を回避するなんてのはもう時代じゃないってことか？ん？誰かと思えば、こりゃ懐かしい。ご同業じゃないか。いや、ご同業だったと言うべきかね。驚いたな。ほとんど目も見えていないだろうに。あんたのことじゃないよ、こっちの話さ。もう年でね、他人の未来なんじゃとっくに見えなくなってる。未来見えないんですか？ああ、もう見えないよ。明るいものは何にもねえ。まあ、肩の荷が下りたもんさ。この10年でそういう時代になったんだな。悪いことは言わねえからやめちまえ。誰だって暗い未来も粗末な過去も見たくない。純粋な希望に見出すロマンはいつの間にかなくなったのだ。あんたはなんていうか、時代に置いていかれたんだ。ほう、そういうお前さんはどうだい？この10年で変わったかい？私は、そうだな、情けないことにそう変化はない。あんたはともかく、私は有害ですらない。半端なチンピラのままだ。そんなことありません。ミツルさんはいい人です。もっと自信を持ちなさい。それは光栄だが、何を根拠に？何って、ミツルさんはパパに似てるもの。地味なところとか、片目が効かないところとか、女の人に弱いところとか。私、そういう人を使うのは得意よ。笑いすぎだ、ばあさん。年だろ、体を考えろ。いや、長生きはするもんだよ。あの坊やが随分と人間らしくなったじゃないか。あんた、
いい10年を過ごしてきたんだね。とにかくだ、ここで商売をやられると迷惑なんだよ。次はこわもての連中がやってくる。その前に隠居するんだな。余計なお世話だよ。私はお前さんが生まれる前からこの商売やってんだ。最後まで続けるだけさ。帰るぞマナ。仕事としての義理は果たした。あとは組の領分だ。待って、一つおかしなことを聞いた気がするの。おばさまはどうして占いを続けるの？未来を見なくなってようやく楽になったのに。なんでかね、言われてみれば辛いことしかなかったけどね。そうさね、こんなもの誰かの役に立てる以外使い道がないからね。私はかつてある少女に人生を変えられた。そのおかげで定められた未来から解放された。代わりに得たものは失敗だらけの人生だったが、それでも残るものはあったのだ。ねえミツルさん、お願いがあるの。聞くだけは聞く。言ってみなさい。私、占い師さんの仕事は素晴らしいことだと思うの。三船の母はこの町に必要だわ。ていうか、私おばさまが大好きだわ。誰彼構わず好きになるのは君の悪い癖だ。で、どうしろと？分かっていることを聞き返すのはミツルさんの悪い癖ね。それでも言葉にして言ってほしい？結構だよ。言葉にされると余計気が重くなる。マナの母親をごまかすことは不可能なので、死ぬ思いで説得する。この老婆を繁盛とまでは行かずとも盛り立てる。最後まで面倒を見るとはそういうことだ。そもそも婆さんが承諾するかどうか。あたしゃやりたいようにやるだけさね。ほら、おばさまもやる気満々だし。つまらない問題なんてメガネをかけたミツルさんなら解決してくれるでしょ。おい、それともその時はクラミツと呼んだ方がいいかしら。君な、その名前はあまり口にしてほしくない。10年も前の話だ。成功する未来が見えるためにその未来しか選べない人間がいた。その男はいつしか自分の未来に奉仕する奴隷になった。男は機械的な爆弾魔となり、立体駐車場での爆発事件の現場である殺人鬼に殺された。立体駐車場で起きた爆発事件の被害者は2名。一人は家族を守って軽傷を負った男性、もう一人は爆発には巻き込まれなかったものの、なぜか右目を負傷し視力を失った14歳の子供だった。倉光メルカはもういない。まあ、何かを壊すよりはやりがいのある組み立てだが。決まりね。安心しておばさま、まだまだ覇気が足りないけど、開き直ったミツルさんは頼もしいんだから。お待ち。そこのお兄さんの名前は知ってるけど、あんたの名前はまだ聞いてないよ。マナ、両儀マナです。素敵な占い師さん、
お母様、いえ、お父様がお世話になりました。ああ、そうかい。そういうこともあるんだね。達者でね。まあ、私が言うまでもないだろうけど。そちらこそお元気で、どうぞ健やかに。おば様らしくお過ごしください。行きましょう、みつるさん。まずはお母様の説得からですね。それはいきなり最難関だな。私が主題となる物語は10年前に終わったが、まだ端役としての役割があるようだ。物語は続いていく。私の行く先は希望と不安に満ちている。漠然とではあるが、きちんと今に見えている。深夜0時の王政、真夜中の商用、四つ字に出会う殺人鬼。俺が消えれば彼女は幸福に生きられる。別に死が怖いってわけじゃないさ。怖いのは別のこと。昼休みの青空とか、放課後の夕焼けとか、そういう。いらっしゃい。ちょっと寄ってくかい、お兄さん。へえ、面白い。占ってよ。ほら、結果を教えてくれ。どうすれば良くない未来とやらを回避できる。いや、こんな未来もあるんだね。ダメだわ、死ぬよあんた。何をやっても何をしてもあんたには未来というものがない。驚いた。あんた本物か。すまないね。なんだよ、もういいよ。お先真っ暗なんだろ。別に助かろうなんて思ってない。むしろせいせいしたくらいだ。その例じゃないけど、このまま何もしないで立ち去るよ。そうじゃないのよ。何をやっても死ぬのは確かなんだけど、珍しいわ、こういう未来があるなんて。ん？あなたはもうじき消える。
道行きは真っ暗で、未来はどうしようもない。残るものはないし、救われることもない。なのに不思議ね。それでもあなたの夢は生き続けるわ。じゃあな、せいぜい長生きしろよ、ばあさん。この辺りの夜は物騒だ。年寄りには向いてないぜ。それでも私の夢は生き続けるのか。そうか、それならいい。しかし、お先真っ暗ってのも俺らしい話だよな。